こんにちは、EDP やこです、最近ですね、ご指摘いただいてます。ラジコンドリフトのチャンネルだろ、ラジコンドリフトのチャンネルで何の動画上げてるのってことでね、というご指摘いただいてるわけで、全くやってないわけなんですよ、ラジコン困ったもんですね。ということを踏まえまして、本日はね、真面目にやりましょう。コースも使ったやつやります。入門者さんに向けて、あなたはどんなドリフトをする、ということでレッツラジコンドリフト。でしたでしょうか。まあね、私のできる範囲のね表現で、やらせてもらったんですが、どれがかっこいい、どれが正解っていうのはやっぱりドリフトってないと思うんですね。それは個人個人の、まあ、感想、個人の感想っていうかね、個人の感性、感覚だと思うんですね。何を表現したいのか、ね、1000馬力オーバーの競技者をイメージしてドリフトするのか、280馬力のデフなしの車のドリフトをやりたいのか、いろんな想定によってね全く違うと思うんで、角度をつけたドリフトをしたいのか、スピードが速いドリフトをしたいのか、全てね違うと思うんで、まあ何が正解、何がかっこいいってわけじゃないんですけれども、こういったのありますよねという今回の動画でした。まあこういったことをね考えながら、全くね考えないでやっていた方も、もしこの動画をきっかけにね、何かそういったイメージを持ってラジコンドリフトをしていただいたら、また一つレベル上のね楽しみ方ができるんじゃないかなと思って、この動画を撮らせていただきました。はい、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。最後までご覧いただいた皆様はチャンネル登録を必ずしていってください。そしてグッドボタンかバットボタン、これは2択です。どっちか押してってください。でさらにちょっとだけお時間割いていただいて、コメント欄にね、このドリフト好きだな、こういったドリフトをイメージしてやってるよ、このパターンがなかったんじゃない、ね、この動画つまんなかった、楽しかった、いろいろなんかね一言残してってくれればなと思います。ぜひ一言欄、一言欄ね
ないって言ってください。というわけで本日も、最後までご覧いただきありがとうございました。 EDP はここをお届けしました。さよなら。